南魚沼市立大牧中学校は、新潟県南魚沼市に、かつて所在していた、市立中学校。開校は1947年4月1日。2017年4月1日に開校70周年を迎えた。2018年4月に新設される8、海中学校に50沢中学校、旧地中学校と共に統合され、平成29年度末で廃校になった。 漢中の愛称で親しまれている。全校生徒数は99名あたりプロジェクトは、この地に古くから存在していた、ひまわりの花を復活させるプロジェクトとして、2015年に開始された。名称は、本校の校歌の一節にある、ひまわりの最多遠征という歌詞や、交渉の由来など、本校のシンボルがひまわりであることにちなむ。廃校が決定したタイミングで開始され、 以後近隣地域には、ひまわりの種が配布された。活動においては、第50回新潟県会パコンクールにおいて、中学校、高校部門、審査員特別賞を受賞した。外部リンクの規定別表を参照。ありがとうございます。